漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は荻先生に寄せられた質問をご紹介したいと思います。では早速、いい漢方はありますか。私の場合寒くなると頭痛を起こす頻度が多くなってしまうんです、といただきました。なるほど。先生ね、そもそもなんですけども、頭痛っていうのは一体何が原因で引き起こされてしまうんでしょうか。はい、まず一般的にですね、この、頭痛 の, その原因というのは脳内のです、ね、血流が増えるとです、ね、起こるというふうに言われているんですよね。増えると痛くなる。そうなんです。血管の 内圧が上がると、やはりその頭痛につながるということで、そうか、これ、ね、頭痛になりやすい人がいるっていうふうに話も聞くんですけれども、その頭痛っていうのには種類はあるんですか。そうなんです。ちょっとですね、まとめたものがございますのでご覧いただきたいんですけども、まず皆さんもご経験のあるですね、この偏頭痛ですね、脈をこう打つように痛みが襲う偏頭痛、あと筋状型頭痛というのがあって、で筋肉のこりなどから引き起こされる、頭痛ですよね。であとそのある一定期間この固めの奥が傷んでしまうような群発頭痛があったり、これが一般的な頭痛なんですが、でその他の頭痛ということではやはりちょっと重大なその病気の隠れているですね、脳や体にこう異常がある場合って書いてますが、くも膜下出血であるとか脳腫瘍、こういうふうなものによっても頭痛というのは起きますから、こういうふうな形でよく頭痛の種類を説明されるんですね。でもこれ、脳の疾患が原因という場合もあるんですね。そうなんですね。いやー、侮ってはいけないね。そうなんですね。では頭痛で悩んでいる方の症例と改善例紹介していただきます。はい、お願いします。了解しました。こちらの方はですね、 3,4 年前からこの頭痛でお悩みの方の症例なんですね。で自覚症状をですねご紹介しますとですね、この方まず頭がですね締め付けられるようなその痛みがあると、で特にその起きがけ、朝起きがけに痛むことが多くて、でたまにめまいがするんですね。で肩こりと後頭部のこりがよく起こすと、あと血圧が高めでですね、薬を服用していますということ、あと耳鳴りが常時気になると、キーンという金属音で悩むというふうなことをおっしゃってました。なるほど。で高圧剤をですね服用されてたんですね。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね、超糖酸というお薬を服用していただいたんです。超糖酸、これはこれはですね、先ほど、問診カードにもありました、頭が締め付けられるようなこの頭痛のある場合によく使われる処方なんですね。なるほど、なるほど。でまた血圧の高い方にも使われるということで、この方には服用していただいたんです。どんな改善をされたんでしょうか。また服用して1ヶ月経った時点ではですね、肩こりが楽になってきたということをおっしゃったんですね。で2ヶ月経った時点ではですね、頭痛が軽くなって、この頭の締め付け感、これも軽くなってきましたということをおっしゃられてました。で4ヶ月経過した時点ではですね、血圧も上が148で下が85ぐらいで安定していると、で7ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りも改善されて、9ヶ月経った時点ではですね、体調が非常にいいということ、あと頭痛肩こりで悩むこともなくなりましたという方の症例なんですね。なるほど。またまた痛いのも我慢できないですね。いや本当そうですよね。そして今日はお正月のおとそについても教えていただきたいと思います。まずおとそというのはですね、先週の、復習にもなりますが、お正月にですね、まずその1年のそのお正月にですね、家族がこう集まってですね、1年のその、健康を祝って、飲むお酒のことなんですが、病気をこうもたらすこう邪気ですね、これを取ってその年の家族 の, その健康を祝うという行事、意味があるわけなんですよね、おとそには。おとそというと若い世代にはあまり馴染みがないかもしれないんですけども、どうやって作ればいいんでしょうか。まずこのおとそのもとをですね、このとそさんというものを大晦日の晩にですね、1合のお酒あるいはみりんに浸してですね、一晩置くんですね。でその置いたそのおとそを元旦の朝に家族全員で飲むということなんですね。健康を祝って飲むということ。そんなおとそをスタジオにご用意しました。ちょっと一足先にですけども、ちょっと
とばかし早いですからね。そうですね。すいません、いただきますね、はい。いただきましょう。どうですか。漢方的な味がしますよね。そうですね。うん、はい、やっぱりこの普通のあのお酒で、ああ、あやまちゃんも飲んでみなさい。飲んでみ、はい、いただきます。はいはいはい。あ、でも、はい、思っていたより飲みやすいというかシナモンのような、そうですね、ケーキも入ってますから、はい、はい、そうなんですね。これはまあたくさんの漢方が入ってて、その一年体のことをね、あの、ちゃんとこういたわってくださいねみたいな、そういう祈りも込めて、祈りを込めて、はい、そうなんです、はい。これね、まあ、一応お酒なんでね、はい、店にはねちょっとね赤いよっていうことなんですけれども、はい、まあ、いい一年、迎えたいもんですね、はい、そうですね、もう本当にあのお屠蘇を飲んで本当にね、まあ、健康をこう願って、はい、いただければと思います、ね、素敵な年に、来年は素敵な年にしましょう、ね、また、そうですね、願いを込めながらね飲みたいですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では維新堂薬局からのお知らせです。維新堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。維新堂薬局は漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また維新堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。維新堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは維新堂薬局で検索お願いします。そしてコーナーの最後には維新堂おすすめ商品紹介していただきます。はい、今日は何でしょう。はい、今週はですねこの一心茶をご紹介させていただきたいんですが、なるほど、はい、まあ、一心茶はあの五臓のバランスを整える90の薬草で入ったお茶ですんで、うんうん、まあ、これからの、まあ、年末年始胃腸が弱った時のですね健康茶ということでもいいかなということで、まあ、ご紹介させていただきました。なるほど、はい、ぜひお試しください、はい、そして小木先生、年末年始の営業スケジュールはいかがですか。はい、今出てますように12月の31日、1,2,3 と4日間お休みいただいて、はい、まあ、これはあの6店舗だけなんですが、でそごう大宮店のみですね、あの無休でやっております、うん、はい、まあ、これがあの年末年始のですね一心堂の間間違いなく、はい、まあ、ご来店いただければと思います。うん、はい、では何かあったらそごう大宮店の、そうですね、大宮の方は無休でやっておりますんで。なるほど、はい、分かりました。この時間は維新堂薬局の荻秀幸さんにお話を伺いました。一年間ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を、良いお年をお迎えになってください。